山川穂高さん、生存確認。これ最近の動画？元気そうだな。なんか山川だけ笑える、なんでやろ。全然痩せてねえじゃん、ストレスでガリガリなったって言われとったで。痩せたどころかさらに太って腹やばい。練習してどうするんやろな。俺はこのままじゃ終わらねえぞ。こいつ全然反省してないな。これ一緒に練習してるの若手らしいがどんな感情なんやろな。お互いいい影響を与えんやろ。腹周りが太ってる。健康そうで何より。ガムぐちゃぐちゃで草。ガム川さんやんけ。太くて腐れた態度で草。こういう取り組みの中でガムを噛むことは悪くないと思うけど悲しいかな。今の山川がやってるのを見ると別の印象を抱いてしまうな。別にここじゃなくてもプロ野球できるしって思ってそう。どうなんだろこの人、不起訴なら移籍なしでセーブ一筋か？ FA 権はまだ？とりあえず不起訴になるか待ちなんかね。土下座してでも一からやり直せよ山川、お前を待っとる人間もおるんや。この数ヶ月どういう気持ちで過ごしているんやろ。こちらはプロ野球チャンネルです。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価でやる気が上がります。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。